様々な形状の刃先24ミリ陣の木工のみのみは木材、石材、金属などに穴をほじったり彫刻したりするのに用いる工具。部材に対してビブをハンマーなどで叩く叩きのみと両手でつくきのみに大別される。新石器時代にのみの原型となるがきのみが出現し、人類文明の発展とともに金属製ののみが利用されるようになった。 古代エジプトの遺跡からは叩きのみと木槌、鉱町のみが出土している。日本には大陸から鉄製のタガネのみが虎来し、やがて袋状の口金に木柄を差し込む袋のみが現れる。江戸時代の江戸で木柄に開けた穴に神部のビブを差し込んだ小見式が考案され、現代の一般的なのみの構造となっている。叩きのみ木工用ののみは葉のついた。 金属部分と木柄からなる。葉のついた金属部分のうち先端の太くなっている部分を日本では穂木柄とつながり細くなっている部分を首といい、首と柄とは口金で固定されている。口金と人部が一体となったものを袋式といい、口金がついた木柄に人部を差し込むものを込み式という。欧米ののみには 首と口金の間にレザーウォッシャーと呼ばれる革製の干渉剤が入ったものもある。叩きの身には木柄が割れないように、束頭に感情の金属製の部品が取り付けられている。のみの葉は断面形状から面取り型、角打ち形、鋼型に大別される。日本や台湾では上面の軟鉄と仮面の鋼が単接されたものが多いが、 中国や欧米では全後のものが多い。日本では地金の面を公表鋼の面を羽裏と呼び、傾斜した面を切れ刃と呼ぶ。木柄の木材は日本では赤菓子や白菓子が主で、欧米ではブナや杖、トネリコなどが使われることが多い。アジアののみでは叩きのみの場合は殻の中央が太く。 月のみの場合は人部に近い側が太く作られているが、欧米の木柄の形状は、さらに多様である。葉の形状や寸法、用途によって、以下のような種類がある。叩きのたたきのみは、主に柱や梁といった、構造材に穴を掘るなどの荒仕事に使用するのみであり、月のみよりも、肉厚で頑丈である。月のみ月のみは、競技の月のみ以外にも、 叩きのみで掘った穴の内壁の仕上げなどに用いる仕上げのみの総称ともなっている。欧米では仕上げ用のみをベアリング地ズルと総称している。ありがとうございます。